ハモカは、ウナギモクに所属する魚類の分類群の一つ。六族で構成され、ハモなど15種が所属する。学名の由来は、ラテン語の、ムライナと、カワカマス族を意味する、イーサックスを組み合わせたもの。ハモカの魚類は、太平洋、インド洋、大西洋など、全世界の熱帯、亜熱帯の海に広く分布し、日本の近海からは三族四種が報告されている。 海底の近くを遊泳して生活する低生魚のグループで淡水、寄水域に進出することもある。沿岸から水深100メートルまでの範囲に生息する種類が多いが、ワタクズハモ族の5種は水深1200メートルにまで分布する深海魚である。ハモ族、シシハモ族の仲間はほとんどが食用魚として利用され、底引きも、ハエ縄などで漁獲される。 ハモカの仲間は、うなぎ類一般に共通する細長い円筒形の体を持ち、最大で2.5メートルにまで成長する。体表は鱗をかき滑らかで、糞は長く尖る。目は大きく、部分的に皮膚に覆われる。口の後端は、目よりも後ろにあり、両角によく発達した剣士を備える。背びれと尻びれの規定は、非常に長く、おひれと連続する。 胸びれは大きく発達し、背びれの基士部は胸びれ規定よりも前方に位置する。側線は明瞭で、椎骨は120から216個。ハモカには、ネルソンの体型において6属15種が認められている。本家はかつて穴子家の一赤とされていたが、現在では独立の都がとして扱われるようになっている。しかし、単一の分類群としての定義付けは、不十分で、 本家の類縁関係は依然として不明瞭であることが指摘されているハモ料理。ハモ、鈴ハモをはじめとするハモ族、シシハモ族の仲間は世界各地で食用とされ、日本では高級食材として珍重されるシシハモ。眼球の後方まで達する大きな効率は本家魚類の特徴である。ありがとうございます。